果ての山脈からベルクーリさんが帰ってきたと聞き、俺たちは北帝国でのことを報告するため会議を開いた。以上が北帝国で起きたことの報告になります。ご苦労だったな。いえ、おじさまに果ての山脈での警護を任せきりになってしまい申し訳ありません。そんなことはいいのよ。むしろジョーちゃんたちに人海での問題を任せているからこそこっちは動きやすいってもんだ。しかし最高司祭殿の復活を語る奴が現れたとなれば、気なくせえ話だな。本当にベルクーリさんも知らないのか。ああ、300年以上生きてるっつってもハーシリアンなんて名前は一度も聞いたことねえよ。そうか、カーディナルにも確認してもらったけど、ベルクーリさんまで知らないなんて。しかしそいつには今後も目を光らせとく必要があるな。なあ、気をつけるよ。それでこちらの様子はどうですか。北帝国中にこの衛兵を派遣したのはベルクーリさんですよね。ああ、戦国騎士だけで全ての魔獣に対応するのは難しかったからな。とはいえ実際に派遣されているこの衛兵の数では十分とは言えない状況だ。追加の派遣は難しいんですか。この衛軍に所属している下級貴族や平民は渋々とはいえ魔獣討伐へ参加してくれた。問題は上級貴族たちだな。高齢協会からの兵士の招集である以上直接拒絶するようなことはないが、何かと理由をつけてこの衛軍からの派兵を見送っていやがる。このような状況においても自身の利益を優先し協力を拒むとは。まあ皇帝自身も自分の戦力であるこの衛軍を使わせたくはないんだろうよ。もう少しつついてみてもダメそうなら、その時は最高司祭代理殿の力を借りるとするさ。必勝、ご報告があります。なんだ。西帝国にて魔獣の発生情報が数件入りました。住民被害の恐れもあり速やかなる対処が必要かと。西帝国でも魔獣が。分かった。そんじゃまずはその問題を手分けして片付けていくとするか。みんな協力を頼むぞ。もちろんです、ベルクーリさん。よし、それじゃあ最後の案件だが、これに関してはキリト、お前さんに頼む。了解、すぐに片付けに行くよ。だがもう一人ほど人員が必要だな。あとはいえここにいる皆には他の討伐を割り振っちまったが。分かった、誰か協力してくれる人を探してみる。メディナだ。なんだか浮かない顔だな。いろいろと心配だし今回はメディナに声をかけてみるか。よう、メディナ。なんだ。ちょっと魔獣の討伐に付き合ってほしいんだけど、いいか。どうして私に声をかけた。いや、メディナ前にも魔獣討伐の任務をやるときには声かけてくれって言ってただろ。もしかして都合が悪かったか。大丈夫、行く。よかった、それじゃあよろしく頼むよ。準備したらまた声かけるから待っててくれ。その後学院前で合流した俺たちは、さてと、まったく。
さてと。ああ、わかった。どうしたんだ？どうすか。引き受けるよ。ありがとうな。それで、大丈夫か？問題ない。だけど、そんな。ああ、メディナ、すまない。
ッチ。